皆さんは夏休みの宿題はいつやりますか？夏休み入ってからすぐやりますか？それとも最終日やりますか？僕は最終日か、もしくはもう間に合わないから諦めてやらないかのどっちかだったんですけど。プール行くよな。もう小学校の時の夏休み、マジ楽しかったわ。毎日、プール開きしてて。毎日プール行ってたわ。プール行って、プール上がった後すげえホカホカになるじゃん。ポカポカするでしょ、ポカポカ。ポカポカした上で、友達ん家に行って、テレビゲームか、遊戯王のカードバトルするんですけど、遊戯王の作者が亡くなってしまったようです。残念なことに。え、あれってサメなの？怖という情報もある。え、っていうかさ、あれってさ、何人かで行ってたわけじゃないの？一人で行ってたの？一人じゃなかったら、あれだったかもね。溺れて、そのまま、亡くなってそのままサメとかっていうのもあるだろうし、わかんないね。海怖いわ。俺海昔から怖いんだよな。透き通ってる海だったらいいけど。流されて戻ってこなかったらどうしようって思わない？同じ場所や。これはでも、あるのか。見てくれ、この勇敢な、この夕日に照らされる影。この迷いのない走り。うわあ、許してくれ。俺は、タスクを終わらしたいだけなんだ。許してくれ、許してくれ、許してくれ。なんなら回復くれないか？おい、スルーかよ！俺を殺してもくれないのか？いて。回復くれよ。あ、ちょっと待って。イブプロック飲む俺。絶対終わらす。足も修理していく俺も。クリアリングしてくれな、あいつは。これで直したら殺されるんでしょ。いやー、優しいな、こいつ、おい。あ、いて！足ないなった！足ないなっちゃった。こっち合ってんの？こっちだったっけ、これ。ちょっと待って、俺走れないんだ。足やっちゃって。あれ？あ、お前めっちゃ優しいやん。ありがとう。こいつ、保健室連れてきてくれた。優しい。
なんていいやつなんだ。まあ俺だったら殺すけどね。あ、そう、そういうことするんだ。